気候師団シリーズ。気候師団シリーズとは、バンダイが製造、販売していた1、48スケールのミリタリー模型のシリーズで、通称は、48シリーズである。プラスチックモデルのメーカーとしてのバンダイは1980年代、初めのガンプラの大ブーム移行急速に、キャラクターモデルに特化するが、1970年代には、スケールモデルの開発も、積極的に行っていた。 本シリーズは1972年に販売が開始されたもので、第二次世界大戦のドイツ戦車のラインナップから始まり、その後アメリカ、英国、ソ連の戦車を中心に、大砲、装甲車、兵隊、情景模型用のアクセサリーが販売された。比較的小型の模型ながら、内部構造の再現に挑戦するなど、意欲的なシリーズで、 他のスケールでも製品化されていないマイナーな車種もめ、1976年頃までに、戦車などの車両とか方が40点以上、ジオラマ用アクセサリーと、兵士セットが合わせて20点以上製品化された。しかし、1970年代の半ばは、タミヤの1、35スケールミリタリーミニチュアシリーズが大躍進した時期であり、また、富士見模型、 日東科学、長谷川などからは1、72ないし1、76スケールのミニサイのミリタリーモデルも多数発売されている。そのため、それらの中間のサイズであった本シリーズは、モデラーの十分な支持を得られず、同スケールで追随するメーカーもなかったため、1970年代後半に本シリーズの開発は打ち切られた。シリーズ末期に金型の出来上がっていたゴリアテ、 欠点クラート、ベンツトラック L3000S は本シリーズとしては販売されず、後に一部が小林原文の劇画とセットになった狼の縫製シリーズに含まれたり、他社、モーブの航空機とセットになったり、工述する日本国外のメーカーやバンダイの輸出用パッケージのみの販売となった。また、イギリス不評など日本国外版のみで、 日本国内販売の全くないものも存在する。1980年には、ドイツ軍車両を中心とした20点が、箱絵を三面図風に変更して、再発売されたが、ガンプラブームの中でほどなく、姿を消している。1990年代にも何度か、再発売されているが、箱にメイドインチャイナとあるように、こちらは口実の風満性を逆輸入したものである。 2000年代半ば、タミヤが1、48ミリタリーミニチュアシリーズの開発を本格化させると、それに合わせて、バンダイが本シリーズの再発売を計画中であると、模型雑誌等で報じられたが、実現しなかった。本シリーズは、モーターなどによる走行を考慮していない、ディスプレイタイプの模型で、車体内部まである、程度再現しているのが特徴である。これは、 情景模型用のアクセサリー同時に開発している点も含めて、やや遅れてスタートした、日東科学の1、76スケールシリーズと同様であり、当時、タミヤのパチ特集号などで、ジオラマの人気が待っていたことを受け、ジオラマの製作を強く意識したものと言える。1、48というスケールは、航空機では、標準スケールであり、多数の製品が作られていたが、 組用車両は欧米ではほとんど作られておらず、オーロラが1950年代から60年代にかけて発売した十数点のっかほぼ唯一と言って良い状態だった。日本国内では1、48内市1、50スケールの戦車は相当数作られていたが、そのほとんどはモーターや全米での走行を主目的としたもので、本シリーズに匹敵する精度を持つものは、 事実上存在していなかった。本シリーズは一部では高く評価されたものの、一社のみの展開という限界のために1、48を戦車模型の標準スケールに押し上げことはできなかった。パッケージは当初は情景用アクセサリーを除き背景が白地の白箱仕様で下部に引かれた赤帯が特徴的であったが、1980年の再発売では三面図風。 正確には上面、側面、前面、後面の紙面のものに改められた。1990年代以降の再発売では、後日の日本国外版と同様、両方が混在している。1980から1990年代には、韓国のアカデミー科学や日中合弁企業で、昔の版内の通称、バンザイマークを写真とした、フーマン。 福一万イコール福建省万代で生産され、特に後者は現在の中国人ミリタリーモデラーの育成に一役買っている。また一部はシンガポールのホビーバウンテス、往年の英国模型メーカーの商標、フロックを買い取った企業、以下フロックからも販売された。これらは海賊版であると誤解されることもあるが、ほとんどはバンダイが作った。 オリジナル金型を用いた製品である。しかし、フーマン時代に十分なメンテナンスをせずに大量生産を続けたため、金型が痛み、全体にモールドが甘くなったり合わせが悪くなったほか、フロックの社長の段によると一部は、修理不可能までに損傷した。またフロック版のウィリスジープなどは、オリジナル金型から、バンダイ本社に無許可。 フーマンに対して無許可であるかは定かではないでコピーしたものであるが、バリの大量に発生したフーマン版2005年に再発売計画のためにバンダイがチェックした時はそうでもないよりは良好な状態である。アカデミー科学とフーマンのパッケージはバンダイのものを元にしており、1982再発売されたものは三面図版、それ以外は初期のものを使用している。フロックは パッケージのデザイン、バコイトも独自のものを使用している。また、日本国内版では、ランナーのタグや車体底面にある刻印が、バンダイのマークや社名とメイドインジャパンであったが、フーマン版では、メイドインチャイナに変更されている。本シリーズで製品化されているのは、汎用性のある情景用アクセサリーを除けば、すべて、第二次大戦時の戦車、自走砲等の軍用車両と、 家宝、兵士などで第二次大戦後に登場したものは含まれていない。また、ナチスドイツを中心に、それと戦ったアメリカ、イギリス、ソビエトの兵器、兵士に限られ、日本やフランス、イタリアなどのものは含まれていない。このように、本シリーズは第二次大戦時のヨーロッパや北アフリカ戦線などの狭い範囲を対象としている。本シリーズでは、当初、 電撃機構師団シリーズとして、ドイツ軍の兵器がモデル化された。1973年版のカタログに掲載されているのは、ドイツ軍の車両と火砲が12点、情景用アクセサリーが6点、ドイツ軍兵士が5点で、すべてドイツ軍で占められている。その後連合国側の車両もモデル化され、シリーズの完成した1975年版のカタログには、車両と火砲は、 ドイツ26点。電撃気候師団シリーズ。投資。番号1番から。アメリカ11点。米国機構師団シリーズ。投資。番号100番台。イギリス4点。英国機構師団シリーズ。投資。番号200番。ソビエト3点。ソ連機構師団シリーズ。投資。番号300番台の。計44点。条件アクセサリーが11点。兵士はドイツ7点。 アメリカ語店が掲載されている。その後1977年版では、ベンツ L3000S。1979年版では、ゴリアテと欠点クラートが発売予定として掲載されたが、いずれも発売には至らなかった。パッケージを一新した1980年の再発売版は、ドイツの車両と加工が18点、アメリカの車両が2点だった。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。